ウーは、フランス、ノルマンディ地域圏、セーヌマリティーム圏のコミューン。町を流れるブレル川ウーは、県北部に位置する。町の領域は、ブレル川ウガンに突出した部分である。町は、ルトレポールから4キロメートルフリビルエスカルボッタンから1 2トルディエップから3 2トルの位置にある。居住地や、経済活動の中心は、谷の底。 ウー城や港の周囲に集中する。ウーの一部は、ルトレポールやメールレバンとともに、同じ都市圏を形成し、二つの県にまたがる、三姉妹の町となっている。定地にあるウーの森は特筆すべき存在である。北、フランスでは、数少ない、豊富なシルト土壌にありながら、戦死時代以降も森のまま保存されてきた場所である。さらに、古代から中世までの間に、 農業目的で木が伐採されてしまった、ノールパドカレー地域圏にあった3つの広大な森から離れている。ウーの森の樹木は、戦士時代にあった樹木の直接の子孫を含む可能性が高い。かつてはディエップまでの鉄道路線があったが、今は廃止されている。鉄道運営テデルオートイコールノルマンディ及び、ルトレポールマイナスメール駅からボーベ。 アブビル間を走るテルピカルディの路線が通る。日曜と祝日にはパリ北駅からルトレポールマイナスメール駅までの路線がある。EU という名は領域を流れる川の名前に由来する。ブレル川は中世に小さな川であった時、王そして EU として知られていた。EU の綴りはピカルディで優勢で王はむしろ西部の方言の特徴を持っている。 12世紀に年代記執筆者オルデリック・ビタルによってオーカム・フラマン・クワド・ベルゴ・ディセター王と記された文書は疑いが残る。これは川を参照するため常に母音館の死因には様々な形態があるからである。9世紀の帯はその後10世紀にオーシア、アウザ、そして12世紀にオーカムとなった。母音館の死因は急速に標準的な発音のミュウイとなった。 これは新しい形での状態の悪いラテン語化であることを説明しなければならない。もともとはゲルマン語の村の名のもとに続いて川の名を移し替えるという過程はセーヌマリティーム県のディエップやフェカンのように数箇所見られる。ノートルダムエサン、ローランサンジ海峡海友情1843年友情を訪問するビクトリア女王の町は町から わずかに南東にあるアウグスタというかつてのローマ時代の定住地とは何のつながりもない。考古学者たちはアウグスタにおいて劇場とガロローマ時代の神殿を発掘している。996年、ノルマンディ防衛のため、ノロのコリシャールにウーハク領が創設される。1050年、ノルマンディ公、ギオーム、イトコにあたるマティルドとウーで結婚。 1180年、ダブリン大司教にして、教皇施設のローレンス・オトゥール、ルーアンで、ヘンリー二世と面会。彼は、ウーで、病を得て死去。オトゥールは1186年に、烈腹、1225年に劣勢された。1186年より、三次会協会建設が始まり、ノートルダムへン・ローラン協会と命名された。聖ローランは、 ウーの町の守護聖人である。彼の生物の一部は、三次会協会に収められている。リチャード自親王が町を取り巻く壁を建設した。100年戦争さなかの1419年2月15日、イングランド軍に包囲され、ウー降伏。1430年、コンピエーニュで、イングランドの捕虜となったジャンヌ・ダルクが、ウーを通過して、ルーアンに移送された。 1475年7月10日、ルイ11世軍、住民がイングランドに加担することを恐れて、ウーの町に火を放つ。この日は、マルディペットと記録される。わずかに、キリスト教施設が火災から逃れた。1578年、第26代、ウーハクマリード・クレイブの夫である、ギーズ公フランソは、現在も残るウー城を建設。 1580年には、イエズス会のコレージュも建てる。しかし1588年12月23日の、ブロワでのギーズ公暗殺は、作業の進捗状況を混乱させた。17世紀、薬病流行の第三次となる。1636年のペスト流行は、壊滅的であった。町は、ウーの金細工師に命じて、諸女マリアに銀を奉納し、 未来英語を毎年一度、流行を食い止めるための巡礼更新を行うと、受け入れを立てた。1636年のペスト流行に苦しんだ。結果、1658年に、ホテルデューが建設された。1660年、グランドマドモアゼルことモンパンシエ公爵夫人、アンヌ・マリール・ルイーズ・ドルレアンは、累耐洋王のいとこにして、フランスで最も裕福な相続人だった。彼女は、 ウーハクリを購入した。グランドマドモアゼルは、ウーシロに移り住み、フランス式庭園を作らせ、公園に小さなシャトーを作らせ、街に小さな病院を与えた。ピネローロで太陽王の捕虜となっていた最愛の男性を釈放させるため、グランドマドモアゼルは、メーヌ皇にウーハクリを譲渡した。メーヌ皇の着室の男子は溶接したため、 爵位はパンティエーブル公へ継承された。パンティエーブル公の唯一の相続人を母に持つ、ルイ・フィリップが1821年、ウー城を相続した。1830年、ウーには王宮が置かれ、ルイ・フィリップの定期的な訪問をウーは歓迎した。1843年と1845年の2度、イギリス女王ビクトリアは、ウー後ろを訪問している。 1873年以降、ウジェーヌエ・エマニュエル・ビオレル・デュク、パリ博、フィリップの依頼で、ウーシローを回収。1902年の火災で南翼が被災。1905年から1954年まで、ブラジルの元皇室一家が城に居住。1973年以降、ウー城は、ルイ・フィリップ博物館となっている。1985年、ルイ・フィリップ博物館及び、 ウーシロ友愛会が、イザベルでオルレアンスイブラガンサによって設立された。元フランス王室の不動産の一部は、イザベルの子孫である、オルレアン家が所有している。参照元、1962年以前イヘス、1968年以降 INSEE 以下の都市と、姉妹都市関係にある。以下の都市と、友好都市関係にある。ありがとうございます。